ハードトップ外していきます。ハードトップは一人で外せますけど、あのこれ商品なんで二人で安全に綺麗に外していきたいと思います。まずあの確認の意味も兼ねて、うん、まあこれプラスドライバー、はーい、でこれはステンレスのビスやと思うから、うん、まあ、磁石つけたって多分くっつけへんから、あ、なくさないようにね、まあ、してください。でここ、ね、ほんまは、まあ、これつけたまま、スライドさして、うん、前外してもってスライドさしちゃいけんだけど、うん、まあ、今回はこう、見えるようにして、両方。うん。やっていきます。こんな感じで。うん。で、とりあえずまあ、これはこのままにしといて、ね、熱線がちょっと、かな、ちょっと白っぽくなってくるから、うん、あ、ちょっとこう白っぽくなってきてる、うん、あー、うん、はいはいはい、うん、まあ熱線は効いてるね、うん、うん、ちょっと 見にくいかも分からない。で、熱線の確認が終わったから、とりあえずこの熱線のハーネスで、これもともとつけるときに間違えてんのが、うん、これを締めてからハードトップつけてもらってる、うんうんうん、これが一応止まるようになってるから、うん、これをつけ方間違えてんのが、これをカチッとして、うん、でハードトップを乗せてもらったら、うん、これが締まった状態でこいつが止めてくれるようになってる、うん、あ、うん、ロックってことやな、ロックか、うん、上に乗るような感じで、うん、多分ガサガサ言えへんやな、うん、で、このハーネスが、ここにカプラーがあって映ってるかな、映れんちゃうかな、まあ、これをずっと下まで行ってみたら、これね、黒いやつ。映ってると思うね、うん、うん、これ今のもちょっとしょだね、こんな感じ、うん、これはまあいつものように、うん、押さえて引っ張る、うん、こういう状態からこう踏まえたらこういう状態で刺さってるから、うん、こう押してもらって、うん、で、うん、抜いたところもね、こんな感じ、こんな感じです、うんうん、これを外せへんかったら切れるから、うん、絶対これ、うん、何、助手席側だけついてんの、そうそうそう、うん、ここだけやから OK で、あとはもうこのポロと一緒やね、押してもらってパチッと、うん、こっち、うん、もう運転席側もね、うん、押してくれたら OK、はい、押して、まあガチャッといけます、うん、で、この今度ここ横、あ、ほんまや、ね、シートベルトのところ上に、ね、これも一緒、うん、これも左右あるから、うん、ガチャンとこっちもいけます。ちょっと待って、上げてもらっていいですか、あ、いいわ、いけるわ、うん、ガチャンと、うん、できます。ほんで、ハードトップもう外せるんで、いった、あ、で、こんな感じで上げすぎたら後ろ割れたりするから、ここがね、ちょっとだけ、ちょっとだけ、うん、で、こっち向きにバンバンと叩いてもらったら、こう、うん、で、あの、結構つけたり外したりしてる人だったら、うん、もうほんまにスッて取れるんや、うん、ほんまや、で、これ見てもらったら分かる、あんまりガサンといったらこいつが、うん、どっかに当たったりとかするから、でちょっとだけでいけます、うん、こういう感じだから、こうやって分かってる人は、うん、もうこのままスライド、あ、うん、でこういう感じになってるよ、うん、だからこういう感じがこういう感じ、うん、でそのまま上げたら外れます、そうそうそう、要はたまにこれ何しておるから、うん、これはもう割れてるから、その場合は購入を、うん、交換やでこのまま一人でグッと持ち上げてもらってもいけるし、うん、いけるんですけど、大概まあ一人でできます、うん、ただ傷とかつけたくないので今日は二人でやってます。こんな感じなんですね、火抜いたゴムが鳴るから気をつけてください。だからまあ出品していくねんけど、うん、まあ、これに取り付け金具と、うん、で、あの
熱線のスイッチと、うん、これも全部セットで、セットでね、うち出品してます。またヤフーもね見ててください。アルファベットの PNB6C で出してます。チャンネル登録もお願いします。これもねお願いします。